磯部光一一月隊は、日本の陸上自衛官。2015年8月、第37大東部方面総監。1980年3月に防衛大学校を、卒業後、陸上自衛隊に入隊。膨大の同期生に、万章光一郎、中山本、田辺吉笠良など。万章、田辺とは陸将歩、陸章保、陸ともに防衛大学校本科24期生の、 中で一選抜承認を果たした。陸上自衛隊では、航空科部隊に配属、ヘリコプターパイロットとして勤務。湾岸戦争時には、外務省北米局米局安全保障課出向、その後東爆防衛計画部長、第七師団長、統合爆量副長などの要職を歴任した。1996年、米国海兵隊式爆量大学で、 軍事学習士を2003年、米国国防大学で国家資源戦略修士をそれぞれ取得。2017年7月、ハーバード大学アジアセンター上席研究員及び一般財団法人アジアパシフィックイニシアティブ上席研究員に就任。日米共同指揮書演習にて、アメリカ陸軍第一軍団長、ステファン・アール・ランザ中将と大震災と、 原発事故という未曾有の大災害に自衛隊は約10万人を動員し、米軍も災害時1万6000人、艦艇約15隻、航空機140機が参加した。平常の災害出動とは全く異なる、いわば有事とも言うべき事態に、日米の政府、自衛隊、米軍はいかに対応したかを証言で国名に綴る。ありがとうございます。